和田密造の作品、和田密造3月3日から1967年8月22日は、明治、大正、昭和期の日本の洋画家、版画家、帝国美術院会員。1953年、大英映画、地獄門で、色彩デザイン及び衣装デザインを担当し、この作品で、1954年の第27回アカデミー賞で、衣装デザイン賞を受賞。 現用者社員。窮屈規範の御転移であり、その後育の銀山工業所の勤務員や工医を務めた和田分析と州の四、男として兵庫県朝子郡育野町に生まれる。兄、宗栄が大牟田市の鉱山業に従事したため、1896年、13歳の時に一家を挙げて福岡市に転居する。大名神上小学校を経て、翌1897年。 福岡県立尋常中学周遊館に進学するが、1899年、画家を志し、父や教師の反対を押し切って、周遊館を退学後、上京して長尾県吉の圧戦で、黒田清輝邸の住み込み書生となり、白馬海洋画研究所に入所して、黒田清輝に指示する。1901年、東京美術学校西洋画家専科に入学。青木茂。 熊谷森一、小島虎次郎、山下慎太郎らと同期であった。1902年、八丈島への渡航途上、暴風に愛氷流の後伊豆大島へ漂着しており、これが後の南風政作の契機となった。1904年、東京美術学校を卒業し、1905年、白馬会10周年記念展で牧場の番期、伊豆大島風景を出品して、全社で、 白馬会賞を受賞し注目される。1907年、第1回文部賞美術展覧会に出品した南風が二等賞を受賞。南風は、明治ロマン派の風潮下で生まれた、記念碑的な作品とされる。この絵の中で、小舟の上に立つたくましい男のモデルは、和田が中学時代に通っていた、原用者が運営する、柔道場、明道館の二代目、館長、 河野半次郎と言われる。さらに、翌1908年の第2回文展においても、イブシデ二等賞を連続受賞し、無観査となる。1909年、文部省美術留学生として等、フランスを中心にヨーロッパ各国を巡歴し、洋画と合わせて工芸図案の研究も行う。その期と、1914年、インドやビルまで東洋美術を研究し、 1915年に帰国。1917年、文展審査員となる。以後、文典や文展が解消した帝国美術院展覧会に出品する一方で、装飾工芸や色彩研究にも力を入れ、1920年、染色芸術研究所、1925年、日本染色工芸協会をそれぞれ設立している。この頃、1923年からは、 本格的に日本画の制作に取り組んでいる。翌1924年、日本と朝鮮の双方の羽衣伝説を題材とした朝鮮総督府庁舎の大壁が羽衣を制作している。1927年、帝国美術院会員となる。同年、我が国における色彩の標準化の必要性に着目し、日本標準色協会を創立。 ここでの和田の色彩研究の成果は、色名相関などに現れている。その後、1938年には、西宮にあった品川清美による京都版画院という版元で、昭和職業絵人シリーズの第一作として、洋楽史と巡礼という木版画を発表。この昭和職業絵人は、第一集、第二集、各24枚を反抗しており、以降、 戦後に入って1956年続編として、続賞は職業絵人シリーズ24枚を発表した。なお、これらの作品は新版画に分類されている。1932年には東京美術学校図案科教授に就任し、1944年まで務めている。1936年に開催が決まった1940年、東京オリンピックのポスターを描いた。 1945年、日本標準色協会を日本色彩研究所に改祖し、理事長に就任。1951年には、ここで日本初の総合標準色表、色の標準を完成する。1953年、大英映画、地獄門で色彩デザイン及び衣装デザインを担当し、この作品で、1954年の第27回アカデミー賞で、 衣装デザイン賞を受賞する。なお、地獄門は、同年の第7回カンヌ国際映画祭においても、その色彩の美しさを高く評価され、パルムドールを受賞している。晩年は、油彩画のほか、工芸や水墨画にも活躍し、1958年、文化功労者に選ばれている。1967年8月22日、誤演性肺炎のため、東京定身病院で死去。 去年84、娘は1939年6月23日に有馬大五郎と結婚した。ありがとうございます。